こっそりひっそり、語りたいところでございますが、非常にねできる、職員が退職してしまいました。またまあ私もねもう非常にショックでね、この方なんですけども、でこれ去年はねものすごく僕ね一緒に仲良く仕事をやらせてもらってた人の子なんですよ。でそれが4月にですね、移動した途端ですね、ゴールデンウィークでやっぱ北さんやめますわって、非常にね、まあ、ちょっと私もね、へこみました。仲良かっただけにね。それからまた今年入ってきて、まあ、その頃代わりに入ってきていた子がですね、まあ、非常にこう素直で、元甲子園児でしょ、すごい子ですよ、すごい子が入ってきたんですが、去年の話を聞くとですね、秋ぐらいからちょっとね、心の病にかかったということで、でした。でね、そんなような話をね、ここ1ヶ月ほどの間で、まあ相談も、まあまあ、正直言って相談もなかったです。相談、まあ、この動画で、まあ、私の経験も合わせて、全国のね、全国の、公務員、国家公務員、地方公務員の方に、聞いていただければと思いまして、動画を上げさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いをいたします。今年入った方、入社というか入庁おめでとうございます。新人のうちの、新人のうちの、伝えたいことは全力投球 50% ということでございます。まあ、皆さんのね、まあ、入庁した、経歴はね大体、まあ、どこの、配属されたその、まあ、幹部、あ、はい、ありがとう、はい、はい、了解、はい、まあ、風呂入れということなんで、あと5分程度でまとめたいと思いますが、まあ、皆さんが入ってきていただいて、で大体上司にあたる方は、皆さんの経歴は、大体お聞きしております。まあ、そういった中でね先輩が教えるわけですけども、例えば、まあ法学部の方は、まあ、民法とかも当然、まあ、熟知してますですよね。で契約とかはまあ口頭で成立するというとかですね、まあ、当然のことなんですけども、ただ行政というのは入ってからですね、まあ、基本的に、書面主義をとっています。で、なおかつですね、契約行為をしてからも後々ですね、まあ、こんなこと言っていいの、後からこじつけたりですね、まあ、発注者が優位に立ってね、いろいろごめんごめんしたりしますので、プライオリティを遵守して、やらないといけないんですが、まあ、そういったところでね、まあそうですね、まあ、1年目2年目はね割とその前例踏襲主義で、主義というか変ですけども、お仕事をしていただければと思っております。まあ全力投球はもう 50% というのをお勧めしたいと思います。まあ、よくわからないですけど、まあ、こういう世界ですね。全力投球なら 100% ですけど、まあ、実は全力投球 50% という表現を私は取らせていただきました。はい、続いて、ちょっと先輩ね、9回裏先を描けということで、頑張り実力が認められてもなかなかね、出世できない組織でございます。まあ、1年目から、まあ、3年目ぐらいにね、あ、この子はできる子、そうでない子というね、大体その噂が立ちますけども、まあ、20代はねほとんどね、昇格も、昇級も関係はないです。で逆にできる人たちはちょっと不服に思うかもしれませんね。はい。でまあ、友達が商社に入ったらもういきなり、まあ、今年のボーナス300万だったみたいなねこともあるかもしれませんけど、まあそういったね目指してきてないと思うというね初心に変えていただいて、考えていただけると思います。で、まあ、ここで、この時点でですね、20代、中盤から、まあ、遅くても20代後半、うん、まあ、20代ですね、
ここで、まあ、ちょっと組織と合わないとかそういったことであれば、まあ次のステップを選ぶかということも選択肢だと思っております。はい、続いてもこれ30代前後ですね。そろそろ皆さん、まあ、今もうちょっと遅いんかな、あのワークライフバランスということで、30前後で皆さん結婚とかですね、趣味が深めたり、あと、貯金もそこそこね、投資もそこそこ余裕が出てくるかと思います。でまた給料の安さもね、同窓会とか、同期会とかで気がつくと思いますが、まあ、他の会社ですよ、民間会社、大手と言われるところに入ったりですね、またIT 関係ね、特にIT 関係はね、ものすごい給料がいいですね。はい、びっくりするぐらいですけども、で、まあ公務員は実は安いので、まあ、月給どうですか、残業入れても30万前後じゃないですか。はい、そういった時になるかと思いますので、今後のね、まあ、皆さん公務員の皆さんは、40、50のための、まあ、自己投資を始めていただきたいと思います。これは何かというとね、ちょっと秘密、後ほど。はい、続いて40代になってくるかと思います。まあ生活のために働かざるを得ない、まあ私も本当そうでしてね、家庭を、支える責任があります。まあでもまあ私もそうですけど、皆さんまあいろいろ考えて、妻もあれですね、働いて見えたり同業の方が非常に多いですね。かといってもですね、子供の養育費ってね、本当皆さんもそうだと思いますけど、本当ね、大学なんか年間、200万から300万ぐらいかかりますよね。で高校だとね、まあそうですね、私立なんか行けば、月に10万とかですからね、生活になってくるかと思います。で、プラス、まあ、先ほど言いました、ちょこっと言いましたね、それぞれが、何か投資、自己投資を始めてますので、人間関係の、形成にも役立ってくるかと思います。まあ、とにかくいろんな人とね、まあ、民間の方とも語り合いながら、会っていただければと思います。以上です。はい、続いて、まあ、50歳になりますとね、そろそろ、早い方は、管理職になってくるかと思います。ストレスのたまる、年代に入ってくるかと思いますが、自己実現の悟り、自己実現の悟りの時でございます。ようにお返ししたいと、いう時期でございます。で、あなたの成長を考えると、で職場を通して自己形成をしていただきたいというか、はい、まあ私も間もなくですね、間もなく、まあ3年もすればですね、公務員生活が、終わるわけですけども、私の幸せですが、まあ、皆さんと出会えて、よかったと。で皆さんの中には私と出会えてよかったと言われる、まあ、公務員人生で終わりたいと思っております。ありがとうございました。さあちょっと、娘からも風呂入れとかですね、ご飯食べようとか言われてますので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。